どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい。本日はですね、ちょっとね、お知らせ、面白いお知らせをさせていただきたいと思います。本日もガズのデスクからお届けしますけども、はい。もう今、ノート30冊目になりましたよ。30冊目に突入です、このガズのノート。これからもどんどん増やしていこうかなと思いつつですね、今日ね、皆さんにシェアしたいのはですね、数日前にアップロードした、ちょっとこの動画リンク貼っときますけど、あれ、ガズレレと、このガズのわがままウクレレとかウスレレとかを生み出している G ラボチームで、今度2022年に新しい、活動というかね、ムーブメントというか、ね、やりがなんかプロジェクトを立ち上げようということで今動いてます。それは、軽トラのプロジェクトでございます。軽トラにこのガズのわがままウクレレ満載にして、皆さんの街に行ってこう思想をする、機会をちょっと設けたいなということで動いてるんですけど、その肝心要の軽トラックがですね、ガズレレカスタム、ガズレレ G ラボのスペシャルカスタムしようとして、一応の完成を見ましたということで、名古屋からですね、昨日、G ラボ代表の上田さんとガズレレのデザイナー青山さんがですね、車で、軽トラでですね、高速道路に乗って駆けつけてくれまして、お披露目会が昨日行われたんですよ。はい。で、その様子をですね、ちょっと今から、軽トラの、全貌をね、ちょっとお届けしようかなと思うんですけど、そしてね、この後その動画を公開して、その後にまた、ちょっと今後のことについてもちょっとね、展開としての話がありますんで、まずこの後すぐ、軽トラの、どんな軽トラになったか見たいでしょ。最初にそれを見ていただこうかと思います。はい。じゃあ、どんな軽トラなんでしょうか。ガズレレ G ラボプロジェクトの軽トラ、どうぞご覧ください。はい。どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、かねてから噂のあった、G ラボガズレレの、軽トラがですね、名古屋からちょっと今日やってくるということで、今来る到着を待ってるんですけどね。さてさて、これが我が家のジムニーちゃんですけど、なんかどんな車なんでしょうか。楽しみでございます。あ、やってきた、やってきますか。すごいな、到着はごっつい。こっち来て、前から撮ろう。前からさっとさっと。なんたることだ、すごい状況だ。どうもどうも、青山さん運転です。はい、紹介します。青山さん、ガズレレのデザイナーさんです。僕は、G ラボの代表、上田社長さんでございます。どうでした？ドライブ。軽トラですけど、快適ですかね。すごい、それ、カスタムがやばいことになってるんですけど。ちょっと今見てみようか、これ。なんか、運転席もすごいね。G ラボ。そうです。こんにちは。マニュアルですよ、マニュアル。トラックエローみたいな、そのシフトノブがついてますけど、何これ、これ何ですか。タコメーター。これタコメーターです、ね、後付け、あ、ついてないんだ。もともともとなくて回転するシフトノブ。すごい。そしてこのタイヤ、ちょっとこれリフトアップつって車高が上がってるわけですね。はい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 、すごい。あ、ロゴもありますよ、ここに。ほら、G ラボガズレレ。ここの収納は、この収納はですね、今日はとりあえずサンプルのウクレレをお持ちいたしました。これはなんかこう、ここにウクレレも詰めるわけですね。すごいな。で、これが 上にあるのがオーニングって、ここに屋根が出る。あ、開いた。あ、結構、あ、いっぱい入りますね。結構ここは入りますね。これで全国に行くと。行きます。行きます。いやー、これですごい。だってこれ名古屋からね、高速道路で来たんですよね。まあ、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりですけどね。そしてこれなんかこう、すぐ軽トラとは思えない。ほら見て、なんかこれついてますよ。あ、ここにほらカメラがついて、これが要はあれか、バックカメラというか、ここで見えないからね、運転席から。中から見えるようになってるみたいですね。この照明、ごつい照明ついてますよ、ほら。作業灯ですか。作業灯だって、これで見れるの。こっち側からもこれが開くらしいな。どえらいカスタムになっちゃいましたね、これは。ごつい。
こっちもついてます。このオーニングっていうテントのやつが。これもこうバーッと出てきてね。そしたらまあお店になるわけだよね。バーッと両方ね。はいよ。この椅子もバケットシートですから。乗り心地はどうでした？乗り心地最高だって。本当。僕もマニュアルがもう超久しぶりだからちょっとこの車で練習させてもらいたいな。すごい。あ、このスピーカーも後付けですか？そうです。すごいね。純正のこの中にあるスピーカーも変えてるんですよ。あ、そうなんだ。はい。これカロッツェリアのなんかすごい。どんなカスタム。もうなんかこだわりすぎでしょ。あ、これがさっき噂してたこのここのこれ見てください。これこっち見てもらうと分かるように後ろに箱があるから後ろ見えないんですよね。なのでここにですね後部が映るようになってるらしいです。あの電気で電気でっていうかカメラで。はい、じゃあちょっとフロントフェイスももうフロントフェイスもすごい。いやーごついねー。これでウクレレ山盛り満載にして、あのライトが、このライトすごいなぁ。これが G ラボガズレレボ。これは1号ですか？1号です。1号もう1個オレンジ色のがあるんですけどね、はい、そっちは、今日は見てないですけど、あっちはもう本当にそのウクレレをたくさん積むような、積むように荷物をいっぱい積んで、はい、こっちはこうパフォーマンスがちょっとできるような車ですね。後ろの荷台のところにいずれはこう音響装置とか積んでね、なんかイベントみたいなのできるようにするという、まあそういう状況ですね。今日はもうこれを初めて今見たんだけど、すごいちょっとワクワクしますね。はい、上田さん、なんかこうポイントをちょっとなんか説明なんか。ポイントはですね、でもあのやっぱこう長距離、長距離、うんうんうん、長距離でやっぱり移動するっていうところがあって、でまああのいずれちょっとガズさんの方にも、ガズさんの方にも運転してもらいたいなと。あ、運転してみたいね。でシートですね、やっぱりシートね、これはね本当に楽です。へー、はい、このシートはいいな。ちょっとガズさんまた後で座ってみてください。もうトラックだもん。あー、ここの背中にぴったりくるか。面白いですね。まあそうだよね。ハンドルもこれすごいレーシングハンドルですね。そうなんですよ。なんかあんまりガズレレのこと、ガズレレのことも K だからね。これが面白いところだな。これ新車じゃないですもんね。中古です。中古車で ここまで上田さんとその仲間によってカスタムされておりますが。そうですよ。いや、これ皆さんのね、あのにも早くちょっとこうご覧になってもらえたら嬉しいね。エンジンかけよう。ここに映るのかな。あ、ちょっとシートベルトちゃんとしなきゃ、ちょっとぴったりつけすぎて。よし、あ、そう、後ろ見えない。そこの段階、ハンドルの感じは、あ、スムースですよ。それは今何さ、今3速に入れました。あー、オートマはただ進むか止まるかみたいな感じだもんね。そうそう、うん、今セカンドに。これやっぱ 山道とか坂道とかをこういう方がいいと思う、本当は。そうかね。でもほら坂道発進でね、ダメになっちゃう人もよくいるじゃない。うん、ということで、ちょっとこれからどうなることやら、この軽トラで今いろいろね、どんなところでイベントできるかって探ってるところなんで、そうですね、またその情報もまた公開できればなと思うんですけど、まあいろんなことに気をつけながらちょっとね
ということで、このプロジェクト引き続きやっていきます。でも今日はこのトラック紹介できてよかった。ちょっと幻の存在でしたもんねという僕も初めて今初めて見てるわけです。お楽しみ軽トラプロジェクト、どうでした皆さん。なんかすごいごっつくてパワフルですよね、あれね。もともとはただの軽トラなんですけどね、あんな風になるんですね。あそこにいろいろ音響とか、スピーカーとか、例えばそのウクレレももちろん当然積んでいたり、グッズを山盛りにして皆さんの街に行ってこう試奏したり、みんなでね、こうなんかウクレレの体験をできる機会を設けたいなと思っていろいろプランニングしています。なんですけどやっぱりね、あのみんなで一曲を大声で歌うっていうのはやっぱりちょっとまだね時期尚早かなと思うんで、まあ、G ラボのこのウクレレのね、体験会というイベントになるような流れになると思うんですけど、実はですねもう結構スケジュールいろいろ考え調整されてまして、もうちょっとで皆さんに公開できる、もう間近なところに来てます。決定し次第イベントが開催場所が分かり次第皆さんにシェアさせていただきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。そしてですね、ちょっと前にも公開しましたもう一個の動画、このガズのわがままウクレレを作り出している G ラボのベトナムホーチミンのウクレレ工場の様子、ウクレレビルダーもじゃ川上さんによるもう丁寧工場解説のあの動画が、あの3つの動画に分かれているうちの2個公開されてますよ。まだ見てない方ぜひ見てください。再生リストこの辺にやっときますけど、この第3弾も近々公開になりますので、そっちもお楽しみにしておいてください。そんなわけでね、今日はその軽トラのシェアとあの今後の展望についてちょっとね動画を撮影させていただいてるんですけど、まあまああのこういうなんかこう今日はね晴れてますから、こんな時にポロンとこうウクレレを弾いてね、過ごす優雅な時間、こういうのはもう本当にプライスレスですからね、楽しんでいただければと思います。どんどんガズレレ YouTube、ご活用ください。それでは皆さん、いろんなこと、この2022年も熱くいきますよ。お楽しみにしておいてください。さよなら、バイバイ。